第100回2007年、その男は突如として現れた。小松高校、川又健吾、長身のレフティ。その才能を一目見ようと、当時の担当ディレクターが県総体1回戦へ。カメラでその姿を追い続けるもノーゴール、初戦敗退。しかしその年の選手権でカメラがついに捉えた。その瞬間がこれだ。ボールを独走。相手コートでボールを受けると、一人かわし、二人かわし、三人を抜き去り、ゴール左隅へ。後の日本代表は選手権でも怪物だった。